皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は大阪市浪速区港町1丁目にある JR 難波駅に来ています。現在建設工事が進んでいる浪速筋線の JR 西日本運行区間および JR と南海の共同運行区間の建設現場を撮影して、その情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。今回は前半に引き続き、後半として JR 難波駅以北の区間を詳しくお届けいたします。 JR 難波駅は地下線の浪速トンネルによる島式ホーム2面4線を持ち、大阪シティアターミナル、オーキャットの真下にある地下駅です。1889年5月の開業当時の駅の名称は港町駅でしたが、1994年9月に JR 難波駅に改称されました。 JR 難波駅は現在終着駅ですが、トウタン式ホームではなく、将来の浪速筋線開業を見越して通過構造として地下化されています。浪速筋線の JR 運行区間はこの JR 難波駅の地下から延伸され、北側の千日前通りや道頓堀川の地下を通り、西本町駅方面の北へ進んでいきます。千日前通りを渡り、道頓堀川の手前に着きました。現在、道頓堀川では道頓堀左岸側工事が行われています。それに先立ち、工事に支障がある道頓堀川左岸にあった港町船着き場が四ツ橋筋を挟んだ東の道頓堀川右岸に移設されました。現在は工事に伴い港町リバープレイス北側にあった通行デッキが2031年春頃までの予定で通行できなくなっています。ここでは道頓堀川左岸側工事に必要な工事ヤードと東側メイン出入り口の整備工事がこの西側サブで入り口を使い行われています。土砂を搬出するトラックがバックで西側サブで入り口に入っていきます。西側サブで入り口の大きさがトラックとほぼ同じで、運転手は大変気を使います。迂回ルートにも指定されている浮庭橋を渡り、道頓堀川の北側に移動します。浮庭橋からは道頓堀川左岸側工事の光景をよく見ることができます。工事ヤード構築に障害となる糊面のコンクリートブロック除却工事が行われています。発生したコンクリートブロックを適当な大きさに破砕して先ほどのトラックに積載します。コンクリートブロックを砕いた柄などを積載したトラックが慎重に出ていきます。まもなく新遊路構築を含めた工事ヤード整備工事が完了して鉄道艦隊構築工事が行われることになります。鉄道艦隊とは鉄道レールなどを敷設する四角い箱状の構築物のことです。道頓堀川には鉄道艦隊を作るため締め切り口が構築され、水の侵入を止めるための処置が行われます。また杭打ち機により仮土留壁が構築され、鉄道艦隊工事が行われます。浮庭橋を渡り道頓堀川の北側に移動しました。西本町駅までは JR 線と南海線はそれぞれ別々の線路を使用することとなり、並行して西本町方面へ進んでいきます。そして西本町駅の手前で JR 線と南海線は合流し、 JR と南海との共同運行区間となり、両者で同じ線路を共有します。浪速筋線は2023年3月18日に開業した梅北新駅とJR 難波駅及び南海新今宮駅をつなぐ新たな鉄道路線です。関西国際空港や新幹線新大阪駅へのアクセス改善、新大阪、大阪、梅田、中之島、難波、新今宮、天王寺、関西国際空港をつなぎます。浪速筋を北上し、長堀通りを横断して、大阪メトロ長堀鶴見緑地線の西大橋駅に着きました。さらに浪速筋を少し進み、西本町駅、仮称の建設現場に移動しました。西本町駅建設現場付近では、浪速筋の車線が一部規制され、仮の歩道が作られています。西本町新駅付近は、
中央大通りの下を走っている大阪メトロ中央線や長堀通りの下を走っている大阪メトロ長堀鶴見緑地線の下を通過するため、地下約30メートルもの深いところにホームが建設されています。中之島新駅のホームは2層構造で建設されますが、これに対し西本町新駅は1層構造で建設されます。西本町駅建設工事の工事期間は2020年12月17日から2028年3月15日までとなっています。また西本町駅建設工事は銭高組、熊谷組、浅沼組の3社での共同企業体の施工で行われています。西本町駅建設現場を撮影し終え、中央大通りを越えさらに北へ進みます。阪急電鉄は新線建設を通じて南海の何和筋線に乗り入れすることを表明していたのみならず、 JR の何和筋線についても乗り入れを検討している旨表明していました。日経新聞の2023年12月13日配信のウェブ記事によると、今度は阪急電鉄が計画する新線に JR 西日本が乗り入れを検討していることが判明しました。JR 西日本はすでに特急はるかにより関空と新大阪のルートを確保しているので、この知らせはとても意外でした。 JR 西日本としては重層駅で阪急の乗客を取り込めるメリットがあると判断し、阪急としては関空への新たな路線を確保できるメリットがあると判断したものと思われます。宇津保公園から土佐堀通りや土佐堀川に架かる上安橋を通過して中之島駅仮称の建設現場に着きました。中之島新駅仮称は堂島川と土佐堀川に挟まれた中洲の地下に作られます。そのため駅のホームは地下40メートルから50メートルの地下深くに作られます。また駅のホームが上が上り線、下が下り線と2層構造になっているのも特徴です。中之島駅部での工事延長は約203メートルで、掘削幅は約16メートルから18メートルになり、掘削する深さは約44メートルから47メートルになります。なにわ筋線の中之島新駅は京阪中之島線の終点の中之島駅と連絡することになります。これは利用者が低迷する京阪中之島線にとって利用者の増加が期待され、また停滞する中之島周辺の開発にとっても起爆剤になることが期待されています。京阪中之島線の開業前の需要予測は1日あたり7万2000人としていましたが、開業後は3万人前後と非常に低迷しています。乗客の伸び悩む原因には接続路線の少ないことや沿線に繁華街がないこと、関西経済の低迷で中之島の再開発が遅れていることなどが挙げられます。中之島新駅が建設されている現場の東側では中之島4丁目未来医療国際拠点整備事業が行われています。未来医療国際拠点の名称が中之島クロスに決定され、2024年春の開業が予定されています。また中之島新駅の西側には大阪の迎賓館とも呼ばれるリーガロイヤルホテル、セミナー会場や貸しホールとして利用できる大阪国際会議場、グランキューブ大阪などがあります。堂島川に架かる玉江橋を渡りさらに北へ進みます。なにわ筋線の総事業費は約3300億円で、整備主体は関西高速鉄道株式会社で第三種鉄道事業者に該当します。また運行主体は JR 西日本と南海電鉄の2社で第二種鉄道事業者に該当します。輸送事業は1日あたり約24万人を想定しており、開業は2031年の春頃を予定しています。なにわ筋と国道2号線の交差する上昇橋交差点付近では地下にある障害物撤去工事が行われています。国道2号線の地下を走る JR 東西線建設時に残置されている鉄道区体に影響のない地下障害物を撤去しています。その工事のためなにわ筋の北向き西側の1車線と歩道の一部が規制され、機材や車両置き場として利用されています。上昇橋交差点から北上して JR 大阪環状線福島駅に着きました。 JR 福島駅の高架のすぐ北側にある上昇橋踏切を
ちょうど特急オーシャンアロー号が通過していきました。2023年3月18日の梅北新駅開業に際して、地下から地上への勾配に合わせる上昇橋踏切の改良工事が行われました。なにわ筋線の建設現場を新今宮駅から撮影して、前半と後半の2つの動画を通じて、その情報を皆さんと共有しました。道頓堀川の左岸側での工事がとても印象的でした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。